第二次エチオピア戦争。第二次エチオピア戦争は、1935年から1936年にかけて起きたイタリア王国とエチオピア帝国の戦争。第一次エチオピア戦争で敗れたイタリアは、再度エチオピアの植民地化を意図して、侵攻を行い、短期間の戦闘をもって、全土を占領した。敗れたエチオピア皇帝、ハイレセラシエ一世は、大意を拒み、 イギリスでエチオピア亡命政府を樹立して定位の継続を主張した。対するイタリアは全土を占領している状況を背景にイタリア王、アルバニア王、ビットーリオエマヌエーレ三世を皇帝とする東、アフリカ帝国、イタリア領東、アフリカを建国させた。国際紛争の解決において大国の利害に左右された国際連盟の無力さが露呈した戦争でもある。 イタリアに対しては国際連盟規約第16条の初の発動が行われたが実効的な経済制裁が行われなかった。イタリアは孤立からドイツ及び日本と結ぶようになり数軸国を形成する道をたどることになる。世界強行後のイタリアの状況、つまり人口増加に必しての経済の著しい低迷と高い失業率を背景として ベニートムッソリーニ政権は古代ローマ帝国の最高地中海を再び我らが海にという民族主義的なスローガンを掲げつつ余剰人口の吸収や資源確保のための植民地の獲得及び国威発揚を目的とした傍聴政策を進めたと一般に理解されているしかし実際にはイタリア経済は1930年代後半には 安定した状態に回帰しており、例えば失業者数は70万名から50万名程度の間を推移している。この数値は取り立てて、後継期ではないが、強行というほどの状態ではないことを明確に示している。またムッソリーには、ヒトラーのような古代妄想、メガロマニアの傾向はなく、領土拡張の意思も現実的な対象に限られていた。イタリアは、 エチオピアと隣接するアデン湾沿岸部のイタリア領、ソマリランド及び公海沿岸部のイタリア領エリトリアを領有しており、エチオピア侵攻は現実的な選択肢であった。強いて精神的な動機という点で言うならば、ローマ帝国云々によりも、フランスのエチオピアへの武器支援で頓挫した第一次、エチオピア戦争への復讐を望む直な国民感情である。これは、 ムッソリーニやファシズムに限らず、イタリア国民全体が共有する根深い感情であった。イタリアを牽制できるイギリスとフランスは、自国のエチオピア領内での国益、アディアベバ、仏領ソマリア間のフランス資本の鉄道、ナイルガー源流のイギリスによる支配権を保障するなら、基本的介入する気はなかった。そもそも、非文明的で集権化も行われてないエチオピアへの、 侵略は少し前の国際社会であれば論理的とすら受け取られうる行動だった。実際、奴隷制や封建制度が残る国を文明化するということをムッソリーニは大義名分の一つに掲げたが、これはイギリスやフランスが植民地支配で多用した理屈である。国際連盟にエチオピアが加盟申請を出した際にもイギリス政府は 人道的側面から反対し、民間に至っては、反奴隷制運動家がエチオピアへの十字軍を主張している。こうした観点は、白人社会だけなく、黒人社会でも存在していた。ムッソリーニ政権下では当初エチオピアへの国民感情を温等な形で決着させる方針が計画されていた。1928年8月、イタリアとエチオピア間で、 有効条約が結ばれて国交が回復した。ところが1930年11月にエチオピア皇帝、ネグサナガスと称するようになったハイレセラシエ、ハイレセラシエ一世はイタリア以外の欧州列強との連携を選択し始めた。エチオピア王、ハイレセラシエは我が国は英誉国によって密かに分割されており、イタリアは一番いいところを獲得したとイギリスと、 イタリアへの敵意を口にしている。この状況で植民地層エミー・リオデ・ボーノをはじめとする政界首脳らの間にエチオピアの獲得論が持ち上がってきた。1932年4月、ムッソリーニはファシスト代表議会においてエチオピアに対する積極策を選択、戦争を前提に英仏との関係改善に乗り出した。アフリカ大陸に 広大な植民地を抱え地中海の政界権を握っているイギリスとフランスの介入を予想したからであるが英仏の国益を侵害する意図がない以上は容易であると見ていた。エチオピアが期待を寄せた英仏主導の国際連盟は文明社会の戦争を止めるための組織であって文明社会による蛮族への侵略を阻止する組織ではなかった。英仏との意見調整の最中 イタリア領植民地とエチオピアの国境地区であるワルワル、ウワルワルで小競り合いが起きたワルワル事件。イタリア領ソマリランドとエチオピアの国境を策定した条約ではベナディール海岸から21リーグ内陸を並行した線とされていた。イタリア側はより大きくエチオピア領を侵食しようという意図から標準的なリーグではなく海事におけるリーグと解釈した。 1930年にはエチオピアのオガデン地方のオアシスであったワルワル要塞を築き、1932年にかけてイタリア領ソマリランドからの進出はますます顕著になり、明らかにエチオピア領内である場所にまで道路が建設され、始めた。直接的な軍事衝突の経緯ははっきりとしないが、 こうした出来事を背景に、ワルワル近辺にあるいくつかの井戸をめぐって小競り合いが起きたと考えられている。戦闘でイタリア植民地軍とソマリ系のアスカリ、傭兵に30数名の損害が出たが、エチオピア軍はその3倍以上の約100名が戦死した。これはイタリアにとって好機であり、元より新興賛成派の多かった国内意見は完全に反エチオピア一色になった。 一方、ハイレ・セラシエは国際連盟に介入を要請したが、アフリカの領土問題に関心のない英物を苛立たせただけに終わった。この頃にはすでにムッソリーニは遠征を強中で決意しており、1933年12月20日にピエトロ・バドリオ県水に対して、英物に対しては両国の理解は承認されると宣言するだけで十分であると述べて、遠征準備を命令した。 1934年2月8日、ムッソリーニはヨーロッパが平穏であるという前提をつけながらもエチオピアに対する軍事侵攻を1935年に開始することを決定した。ムッソリーニは念のためにフランスへの交渉や工作を続け、後にビシー政権首相となるピエール・ラバルがイム大臣と接触している。ラバルの前任者である議員はイタリア政府がかくまっていた。 クロアチア人組織ウスタ社によって暗殺された。反独派でイタリアとフランスの連帯を解いていたラバルが外務大臣になったことから暗殺事件はムッソリーニの陰謀と見る意見もある。1935年1月4日、ラバルとムッソリーニはローマで会談を行い、エチオピア問題へフランスが関わらないこと、その間にドイツとオーストリア間のアンシュルス組織にフランスが動くことについて、 同意を得た。1月7日、イフツ政府間の外交協定が調印され、ついで、モーリス・ガムラン将軍とバドリを元帥との間、対独戦を踏まえた秘密協定も結ばれた。一方、イギリスとの外交交渉は、伝統的なファシスト政権との友好があり、また、国益の尊重を、フランス同様に約束したにもかかわらず難航した。当時の野党である労働党からの突き上げに、 イギリス政府は苦しんでおり、左派的な平和運動からの不況を買うことを恐れていた。後に、フランスのラバルもエチオピアについての不干渉宣言に、ついは存在を否定した。ラバルは、自身のエチオピア情勢へのフリー反動を認めるという言動は、経済的不干渉という意味だったと合意文との、辻褄が合わない苦しい弁明を強いられた。 森同年4月ドイツの拡張に対抗するため、イギリス・フランスは、イタリアとストレーザ戦線を結成して、対独同盟形成に動き、ムッソリーニは、このイギリスとの連携をエチオピアへの不干渉と受け止め。しかし6月に、英独海軍協定が締結されて、ストレーザ戦線は崩壊し、各国は独自外交方針を取ることになった。 1935年1月3日、エチオピアはイタリアの侵略を国際連盟に提訴した。7月24日、イギリスはイタリアに対してエチオピア侵略に対する警告を行い、もはや同盟国ではないと通告した。8月にはイギリスの本国艦隊がジブラルタルに派遣され、イタリア政界にはイギリスとの戦争を恐れる声が高まった。しかしフランスは戦争に 消極的であり、イギリスもフランスの協力なしには戦争に踏み切ろうとはしなかった。この間、イタリアはエリトリアとソマリランドの軍をエチオピア国境に集結させ始めた。8月16日からはパリにおいてイタリアイギリスフランス三国の代表が会談を行った。この席でイギリスフランス側はエチオピアの独立自体は変わらないとしながらも、 国境線の変更やイタリアによる事実上の委任統治を認めるなどの融和的な提案を行ったが、ムッソリーニはあくまでエチオピアの軍事占領にこだわったために会談は決裂した。イギリス艦隊はマルタに向かい、マルタが攻撃された場合には直ちに戦争に突入することが決定された。国王ビットーリオエマヌエーレ3世はエチオピア侵攻に反対していたが、 ムッソリーには戦争の方針を変えなかった。この問題は国際連盟の討議の対象となったが、9月6日には英仏、ポーランドトルコスペインによって構成される第三国委員会が平和的解決の模索を行うことになった。しかし9月10日にイギリスとフランスの代表は会談を行い、イタリアに対しては軍事制裁やスエズ運河封鎖などの強行措置は取らず、 国際連盟の枠組み内で戦争を抑止する方針を取ることが合意された。9月11日にイギリスのサミュエル・ホワ外相がエチオピアの独立を支持する演説を行い各国の連盟代表の熱烈な歓声を受けた。9月18日、五国委員会はエチオピアの独立を連盟が保障する代わりに指導下に置き、イタリアが望む。 国境線変更を行う代償として、英仏がイギリス領ソマリランド及びフランス領ソマリランドから若干の領土をエチオピアに割上するという上提案を出した。イタリア政界内部でも提案の受け入れを求める声が高まったが、ムッソリーニは20万の軍隊を東アフリカに遠足に出したとでも言えというのかと考慮すらしようとせず、9月21日に正式に 拒否の決定を行った。この時点で、英意観の緊張は最高潮に高まったが、ここで、イタリアが戦争の範囲をエチオピアに限り、英仏の権益を侵害しないという意図を伝達し、英仏もこれを容認したために、地中海における戦争の事態は回避された。英仏がイタリアの抑止に動かないことが明らかになり、攻撃がもはや避けられない事態となるや、 エチオピア皇帝、ハイレ・セラシエは、国家総動員を命令し、50万人の新兵を集めたが、彼らの多くは、槍や弓矢といった原始的な武器しか持っていなかった。開戦時エチオピア軍は35万人の兵力を招集したが、訓練を受けていたのはその4分の1で、装備していたライフルは19世紀のものだった。エチオピア軍は旧式の加砲200門を保有し、 馬車によって運搬された。また、エリコン 20mm 機関砲や、ビッカース10機関銃など対空砲50門、第一次世界大戦で使用された、ルノー FT-17 軽戦車の改良型である、フィアット3000軽戦車をごく少数、保有していた。空軍の稼働兵力は旧式のポテーズ25服用、戦闘機など13機であった。 1935年4月イタリアは、東アフリカの植民地における兵力を強化し始め、エリトリアに正規軍5個師団と黒シャツ隊5個師団が、ソマリランドに正規軍1個師団と黒シャツ隊数個大隊がそれぞれ到着た。元中流軍や現地人兵士を除き、これらの部隊は主官7000人と兵士20万人によって構成され、機関16000丁。 火宝700門、豆戦車150両、航空機150機を装備していた。また、現地の傭兵や、反乱部族、アスカリも、多数戦列に並んだが、極めて後進的な装備で中精度も低かった。現地兵は、信頼に足る戦力にはならなかった。1935年10月2日、ムッソリーニは、ローマにおいて、エチオピアへの侵攻を宣言し、 ラジオ放送によって全土に伝えられた。10月3日、エミーリオデーボーの将軍を総司令官とする、イタリア軍部隊00 0-0-0人と、エリトリア軍部隊2万5000人が、戦線復刻なしに、エリトリアから侵攻を開始した。イタリア軍部隊の大半は、前日のアスカリと呼ばれる、土着民の傭兵が占めていた。同時に、ソマリランドから、 ロドルフォ・グラツヤーに将軍の支援軍が構成を開始。こちらは、デボーノ将軍の戦力より、実数は少なかったが、本国兵で編成された、機械化部隊が中核を占めていた。イタリア軍は、各地で快進撃を続け、10月6日に、アドは、15日に、アクスムを占領し、アクスムにおいて、歴史的建造物であるオベリスクを略奪した。10月7日、 国際連盟理事会はイタリアを侵略者として制裁を準備する採択を可決し10月11日にイタリアの撤退がなければ国際連盟規約第16条に基づく制裁を発動することを51カ国の投票で決定11月18日に経済制裁が実施されたが石油などの重要な戦略物資には適用されることはなかったこれは たとえ禁止したとしても、イタリアは国際連盟に加盟していないアメリカから購入するとが可能であるから意味がないとする英仏の融和政策に基づく主張が背景にあった。また、英仏によって和平案、法アラバル案が立案されたが、基本的にイタリアによるエチオピアの植民地化を容認する内容であまりにイタリア寄りの内容であったため、エチオピアは この受諾を拒絶した。12月中旬、用心深い性格で進軍がはかどらない、棒の将軍は更迭され、新たに、ピエトロ・バドリオが総司令官に就任した。部隊の増派を得たバドリオは、早期戦領を目指すべく、積極的な進軍を続け、防御戦でいちいち立ち止まる手間を惜しんで毒ガスによる、鎮圧すら用いた。毒ガス攻撃によって、国際社会から、 さらなる非難を呼び込むことになったが、ムッソリーニの毒ガスでその効果を検証したンジェロ、デルボカは、同戦争における毒ガス仕様に、差したる軍事的効果はなく、仮に、これを用いなくとも、通常兵器のみでも変わらぬ勝利を得れたろうと述べている。むしろ効果を上げたのは、グラツアーニが行った、戦略爆撃の方で、翌1936年3月29日、 グラツアーニキカの空軍部隊がエチオピア東部の都市ハラールを焼夷弾による爆撃で壊滅させている。また、エチオピア軍はハーク陸戦条約で軍事利用が禁止されたダムダム弾を使用しており、エチオピア側の戦争犯罪に対する報復という側面が強かった。3月31日、最後の主要な戦闘である命中の戦いで、 イタリア陸軍はエチオピア帝国侵衛隊と書いてき、この戦いはイタリア軍の勝利に終わった。帝国侵衛隊は壊滅し、近代的な精鋭部隊を創出したハイレ・セラシエは5月2日に国外へ脱出して、後にイギリスに亡命した。5月5日、イタリア軍が首都アティスアベバを占領して、戦争は終結したが、その後もエチオピア貴族を中心とした。 抵抗活動は長く続いた。5月7日、イタリアはエチオピアを併合したと宣言し、5月9日、イタリア領のエリトリア、ソマリランドを合わせた東アフリカ帝国の樹立と、その皇帝に、イタリア国王、ビットーリオエマヌエ三世の就任を宣言した。同植民地に対する当初の目的であった移住、植民活動は振るわず、内実から言えば、かんばしくなかった。 その後も、イタリアとイギリスの関係は冷却化していたが、ドイツの身長を見たネビル・チェンバレン首相は、イタリアと連携を取ろうと考え、1938年4月16日によって、エチオピアに対するイタリアの支配権は事実上のもの、デファクトとして認められた。第二次世界大戦勃発後の連合国軍の進攻により、1941年5月24日に、 アディスアベバが、陥落、11月27日には、東アフリカ帝国の前半島はイギリスに占拠された。エチオピア帝国は連合国の一員となり、コチに帰還した。しかし、イタリア王国の降伏まで一部のイタリア軍将兵が、ゲリラ活動を行っている。アメリカでは、アフリカ系アメリカ人が、アメリカ共産党ハーレム支部などを中心に、エチオピアに対して、 医薬品を購入するための資金を集めたり義勇兵を組織するなどの支援を行い、西アフリカでは黒人知識層などがエチオピアを応援した。日本では日露戦争時代から親エチオピア感情があり、対して対位関係では東京オリンピック時のイタリーの裏切り以来の反位感情が残っていた。またエチオピア側も日本の支援を期待していたが、 日本側の対応は冷淡であった。新聞は人種差別的な白人社会に対する有色人種の挑戦とみなし、エチオピアへの支援を呼びかけた。1935年6月には、東山光つや議員などがエチオピア問題懇談会を立ち上げ、イタリアに侵略の停止を求める決議案を送付し、七月十四日には、大日本製三党の内田良平がムッソリーニに、 対する抗議伝を送付した。7月16日には、杉村陽太郎中尉大使がムッソリーニとの会見で、エチオピア問題に政治的関心なしという発言を行ったが、7月19日には、広田後期外相が、エチオピア問題に関心があると、いう発言を行ったため、イタリアでは日本に対する不信感が生まれた。しかし、日本政府側は、いずれにせよ、イタリアに対して、 好意的態度を取り続けることとし、イタリア側もアジア人とアフリカの未開人を同一しないと述べ、日以間の友好関係を保とうとした。しかし、イギリスがイタリアに対して圧力をかけ始めると、満州事変でのイギリスの対応に苛立っていた。日本政界にはイタリアに対する同情心が広がった。これは、後のイタリアとの同盟関係構築につながった。 ナチスドイツはイタリアの目をヨーロッパからこの戦争に逸らさせるためにイデオロギーには相入れないエチオピアに武器を輸出し長引かせようとした。ベルリンの駐在員であったウィリアム・シャイラーは1935年10月4日の日記にこう記している。10月4日、ベルリン。ムッソリーニがアビシニアの征服を開始した。どっちにしても勝つのはヒトラーだ。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。